Hey guys! モンスタージョン TV! 今回はアニメワンピースからオープニング、この最新オープニングに描かれている伏線についてお話をしていきたいなと思います。今回コメントをくれたのがプーさんでございます。オープニング23でルフィが海の中に沈んでいるようなシーンがあるけど、そういうこと?ということで、これめちゃくちゃ面白いです。このコメント見た瞬間、鳥肌でした。というのが、最新ジャンプにて、ルフィ君、カイドウにやられて、海に落ちましたね。俺落ちる前に誰か助けるかなと思ったんですけども、落ちましたね。落ちたら、どうするって話なんですよ。もう結構厳しい状態。だから、海王類が助けに来るのか、まあ、太陽の海賊団が助けに来るのか、ズニーシャが鼻で、うにゃーってこう回収するのか、はたまた、なんなのっていうことでいろいろと考えられるんですけども、まあ。アニメで実は、まあ、それを連想するようなのが、そのオープニングでね、描かれていたということで、これ最新のやつ見てもらえばわかるんですけども、海の中の演出で、こう手を握って、で、その後に岩場から大量の水がブワーってこう出てるみたいな演出があるんですよ。で、手を握るっていうのは、なんかイメージ的にはあれを見ると、なんかこう、パワーアップみたいなさ、やるぞっていうようなのを連想するんだよね。海の中で。俺ただの演出を持っていたんだけど、海の中落ちてるじゃん。海の中でやるぞはねえじゃん。悪魔の身の能力者ってのは海に嫌われるわけだから、お前やるぞ、ぶっ潰すぞっていうのが海の気持ちやん。だからルフィ君がおらやぞっていう風になるのはおかしな話なんですよ。だからイコールここから何かこのルフィ君のパワーアップにつながるようなことがあるのではないのかっていうね。そう考えるとすごい面白いですよね。じゃあどんなパワーアップなのかっていうところでね、まあ、結構難しいところで、正直これって海関連の、だから水関連の技が使えるようになるのって考えると、まあ、ちょっとチーターもいいところじゃないですか。まあ、すでにね、その炎を使えたりし始めてるんで、じゃあ水もって、水もっていうさ、そう、びっくりするわけじゃん。まあ、炎っていうところではね、摩擦からのっていうさ、で、片栗兄やんも能力が似てるだけあって、焼き餅っていうのは、まあ、同じように炎をなんか出している技じゃないですか。水持ち、水持ちは関係ねえや。だから、水よ。ね。これに関しては正直ね、俺もあまりわかんない。もうどうなるのかなっていうさ、パワーアップ。パターンがあったら面白いなとは思ってる。まあ、桃之助くんの反応を見ると誰かが助けに来たから安心しろっていうことをみんなに言いたいような雰囲気だよね。みんなに伝えなければルフィは落ちた、その報告を受けている、落ちたけども大丈夫いっていうことを言いたいのかなっていうふうに思うから、じゃあ海の中でパワーアップってどうなのかなみたいな、まあなんでしょうね、仮死状態になってからの黄泉の国へ GO からの一瞬で修行して、まあそっちでは長いんだけども、修行してパワーアップ、演出通りになって、そのオープニング通りになってからのみたいな。でね、オープニング通りのことがずっと起きてるんですよ。前回の、北谷さんの曲でもカイドウさんのボロブレスにとつっていくルフィ君、まあ、炎くらてからのブワーっていく、あれがまんま、まあ、本誌で来たんで、まあ、このオープニングっていうのも本当にねバカにならないなと思います。今回のはね、どういう風にパワーアップしていくのか、まあ、はたまたっていうところでね、皆さんもどういう風に思うのか、ちょっとねこれコメント欄でお聞かせいただけたらなと思います。すごく面白いと思います。そして続いてのコメントでございます。ローがシャンブルズでゼウスとヘラの心を入れ替える説ということで、このコメントをくれたのがマイトガイさんでございますね。いつもお世話になっておりますということで、ローがシャンブルズでゼウスとヘラの心を入れ替える説ありますかというね、まあ十分にあり得る話だと思うんですけども、個人的にはない派かな。マジで面白いと思うし、ゼウスの一つの生存ルートとしては考えてもいいのかなと思います。ただ要は中身が、中身つうかその見た目が変わるわけじゃないですか。だから、ヘラの体にゼウスの中身が入るわけだから、ちょっととなんていうか、やっぱゼウスといえばあのデザインがいいじゃん。なんかヘラに変わるのでどうなのかなみたいな。まあわかんないよ。そのゼウスよりヘラの方が強いってこう考えて、もっと強い力をゼウスが得る、結果的にね、得るっていう風に考えれば、まあ相当面白いし、それがナミさんの元へとっていう風に考えるともちろん面白いんだけど、やっぱゼウスってあのデザインがいいじゃないですか。なんかね、って感じ。だからあり得るんだけども、感情論的なところで嫌だ嫌だっていう話です。これ考察的にないなとかじゃないんですよ。全然あるし、これからマムと一緒に、まあ、戦うというか、その、キッド&ロー VS マムっていうことが起きるん
で、まあそうなるとこのセットは外せないからさ、ローがこれからそこに現れてでシャンブルズするっていうのはありえるんだけど、でもなんでするのって話じゃん。なんかナミさんが指示を出すならわかるよ。ナミさんそこにいるからね、ローの能力わかってるからあれ使ってよって言って、まあ救命措置じゃないけども助けることはありえると思う。うん、それかな、ルートとしては。だからありえるのよ、考察的にありえるんだけど、なんか嫌だよね。まあっていうところではなんか俺はね、あとは最後までそのなんかヘラが悪いやつなのかなって言うと俺はそうでもないのかなと思うんで、まあなんか違った形で生存ルートはあるのかななんて思いますけどもね。そして続いて、他にも随意者がたくさんいるのではないのかということで、ユキさんからのコメント、造船市場っていうからには他にも造船はあるのではないでしょうかということでね、ありえますね。まあ言葉の通りで、まあ全然ねこれはあるのかなというふうに思いますし、海洋類とかも大量にいるわけじゃないですか。で仮にウラヌスがね卵だとしたら、その卵から帰ってで竜で、で竜が大量の竜を呼んでくる竜 G のパターンだよねっていうふうに考えていけば、まあ十分に全然あるのかなっていうふうに思いますけどね。あとはこれで一番面白いなと思うのが、その象の中にまあさらに大量の象がいるっていうことがあれば相当面白いなと思いますけどもね。例えばサンファンウルフってめちゃくちゃでかいじゃないですか。180メートルあるけども、それでもズニーシャからしてみたらマジでカブトムシレベルの超小さいものなんですよ。それが体の中に大量にいるって考えるのは全然できるのかなと思います。まあなんかねラピュタ感があるんだと思うんだけどもね、大量にブワーって出てくるっていうさ、まあっていうところでは体の中に大量の象がいるっていうのは十分にあり得るのかなっていうふうに思いますけどもね。まあもう一個動画で出している流れとしては、その巨人っていうことも俺は言っているんで、大量の巨人がいるって言えば、まあさらに今俺が言ったそのラピュタ感はっぽいのかなと。なんかラピュタとねワンピースって結構つながるところ多いんですよ。だからそれを考えていくと、うん、なんか大量の巨人がいるとか考えられるし、結局はだから古代兵器イコールでかいものプラスそれが大量にいるって考えるのが俺は一番っぽいなと思うんだよね、海洋類しかりとして。だからまあ大量のズニーシャがいるのかはたまたっていうところでね、まあ巨人の説もあるんで、その巨人の説は別で動画出してるんでね、最新で、見てもらえたらなと思いますけども、まあだからね、どっちの説も俺はあると思ってるんですよ。プルトンイコール巨人、まあアラバスタの下に眠っていると。で逆にプルトンイコールズニーシャっていうのも全然俺は考えられると思っていて、現状の情報ではどっちも否定できないかな。ただ彼にアラバスタに眠っている巨人がプルトンであるっていう風に考えると、じゃあズニーシャは何ってなると、ただの像ただの像になっちゃうから、まあわかんないよ。その地上のもの、地上のでかいものを、まあ、全部稼働させるっていうのがプルトンであると相当面白いと思うけどもね。ただあれは兵器っていうふうにも言われているわけなんで、巨人だったとしてもしっかりとこう改造された、巨人と考えるのが正解なのかなと思います。まあ、あとはアイスバーグさんのその島を浮かせるっていうことも考えると、そのズニーシャが一番っぽいというか、あれってまさに島がもう浮いてるわけじゃないですか。浮いてるっていうか像の上に島があるみたいな感じじゃん。あんなアクアラグナ来たところでそこら辺の普通の波と変わんないレベルなんですよ。だからまあそういった設計図を見ていて、まあズニーシャを、連想するものがあって、もちろんズニーシャの姿は彼は知らないけどもね、そういう風に考えてのじゃあ浮かせましょうっていうことを考えたのかもしれないよね。じゃあなんでフランキーがズニーシャわからなかったんだよって話になるんだけども、さすがにそこまで巨大だとは思わなかったんじゃない。あとはまんま設計図が象の形をしているのかどうなのかっていうのもね、わからないんで、何らかの理由でまあすぐにはわからなかったって考えるのが多いのかななんていうふうに思いますけどね。皆さんはいかがでしょうか。ということで今回この辺でね締めていきたいなと思います。まあ最近こんな感じでね、米編企画がっつりやっているんで、こんな企画やってほしいっすってのがあればぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。 OK ですか。基本的にこのモンスタージョン TV ってのはみんなで一緒に考察を作っていきますからね、よろしくお願いいたします。そしてめちゃくちゃ大事なんで、これちょっとアナウンスしたいんですけども、グッドボタンねえ、もう日頃から言っているんですけども、グッドボタンを押す押さないでこの動画がまあその知られる率というのは全然変わってくるんで、なのでまあ遊びに来たらよしお疲れっていう感じでグッドをピッて押してくれたらめちゃくちゃ助かります。もうモチベにしかなんないんで、なのでグッドボタンがっつりと押してくれたらなと思います。あと僕のツイッターもフォローよろしくお願いいたします。 OK ですか。それでは今回この辺で最後になります。改めてグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。 OK ですか。順元タイムいきましょう。最初はグー、インガザーラ、シトルグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!